皆さんこんにちは、坂井若菜です。今日はご報告。今日の動画は取って出しになりますので、いつも以上に至らない点があるかもしれませんけれども、どうぞ皆さん多めに見ていただけると幸いです。2024年3月31日をもって私が所属してきた A チームが芸能業務休止のお知らせをいたしました。それに伴って私も A チームを退所する運びとなりましたことを皆様にご報告いたします。私はもともと15歳から28歳まで最初に所属した事務所があって、その後に28歳からの15年間43歳になるまでを第2章として A チームで過ごさせてきてもらいました。私はすごく A チームっていう会社が好きだったので、単純にね、本当にシンプルな感想として好きな場所がなくなってしまうということは寂しいなっていうふうに思う、ところがありますけれども、やはりまあ私もいい年齢ですし、キャリアもそこそこ積んできた中で、じゃあ第3章をどういうふうに迎えるのかっていうことを、ちょっとね、今までとは違う角度からというか、もっと大きな規模というのかな、人生っていう尺度で、一度見つめ直したり、もうちょっとこう、なんていうのかな、細かく自分の中でプランを立てたりとかっていうね、ことをしなければいけないなというふうに思いましたので、すごい検討、に時間がかかってしまって、気がついたら4月過ぎちゃった。遅いよね、遅いよね、考えすぎだよねなんですけども、私はもともとすごいせっかちだし、決断力がある方なんで、あ、じゃあこうします、はい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 っていう風に決めてくタイプなんですけども、まあ、今回はね、ちょっと時間をかけてでもゆっくり自分の人生っていうものに対して向き合っていきたいなという風に思いましたので、今後フリーランスになるのか、他事務所に移籍するのか、エージェント契約を結んでいくのかということについてはまだ正直決めかねているという状況です。全然ネガティブな意味ではなくて、前向きに自分の人生をより良いものにするためにはどの選択肢が最良なのかということを検討しているという意味ですので、どうぞご心配なさらずにという感じです。とりあえず私の気持ちが固まるまでは、私をずっと担当してくれてきたマネージャーが窓口はやってくれるので、お仕事のご依頼等は、引き続き変わらぬ連絡先でお願いしますという業界関係者の方へ向けて一言申し上げましたそして、まあ新しい環境になるので、まあ私が今までやってこなかった仕事とかっていうのもやっていきたいなっていうふうに思っています。そしてそのまあマネージャーだけにね、窓口を担当してもらうのもあれなので、お気軽に私に直接オファーをしていただくのも嬉しいので、どちらでも、窓口はどちらでも大丈夫という感じで、しばらくはやっていこうかなっていうふうに思います。で、今までお断りしてきた仕事っていうのも、いくつかね、そういうジャンルのお仕事もあって、そういうのも、せっかくね、この期間、ね、自分が自由に自分の選択肢をより多く持ちたいというふうに、思っている、この、まあ、ある種の浮遊期間なので、例えばその私講演会の依頼とかがめちゃくちゃ多かったんですけど、全てお断りさせていただいてきたんですけども、まあ自分の道がどういうふうに開けるかわからないという点においては、そういうこともちょっとやってみたいなっていうふうに思うようになりました。 A チームの、なんだ、芸能業務休止っていうことを聞いてから、今までこう気持ちが定まってないところがあるその期間の中でいろいろ考えていくうちに、そのこととは全然関係ないことで、結構いろんなことが怒涛のように起こってしまって、なんていうのかな、いろんなことが本当に重なるねっていうぐらい、本当にびっくりするぐらい重なってしまって、ちょっと気持ちがね、へこたれてしまっているところも正直あったんですね。だから本当に人の相談乗ってる場合じゃないんですけどっていうのは、常々実は伏線ちょっと張ってたんですけど、
本当に人の相談乗ってる場合じゃなかったんだけど、本当にいろんなことがこう重なってしまって、私なんてとか私なんかみたいな気持ちが珍しく出てきたんですよね。例えばどういうことがあったかっていうと、一番こうしょうもないことで言うと、前のマンションで半年間使ってた洗濯機があって、今のマンションに引っ越してくるときに備え付けの洗濯機があるっていう風になってたから、え、私まだ新しい洗濯機買って半年なのにとかって思いながら、本当に泣く泣く処分したっていうことがあったんだけど、その備え付けの洗濯機が壊れて、修理に来てもらうまで結構時間がかかって、修理やっと来てもらったら、もう型が古かったから、もう修理の部品がありませんって言われて、一週間待ったのにとかって思って、それで、でも新しい洗濯機が来るって、なんか新しい風が堺家に吹くのね。まあ、よしとしようって思ったら、部品がなくなったので、じゃあ、ご自身で買っていただいてって言われて、え？なんで？みたいな感じで、でも新しいのを買いに行ったりとかしてたらさ、やっぱり時間もかかるし、なんかお金もかかるし、で、しょうがないから、その期間、真冬ですよ。真冬だったんだけど、夜中に足踏みで、こう、洗濯しながら、なんか、A チームなくなるし、なんか洗濯機もないし、なんでこんな寒い中で足踏み洗濯しなきゃいけないの？とかって、みたいなことがあって、まあそういうような、まあ一個一個はね、一個一個っていうか、その洗濯機のこととかは結構、どうでもいいんだけど、でもなんか、そういう積み重なっていくと、なんかすごく、私なんか、みたいになってきちゃって。で、でもそういうことがもう本当に積み重なって、しんどい時期もありました。で、これは誰が悪いとかっていう話じゃなくって、私の運が悪いっていうだけの話なので、誰かがね、責められるべき話でも全くないということはもう前提のもとに、で、皆さん面白話として聞いてもらえたらいいんですけど、まあ、そんな風にいろいろ積み重なっていて、で、その芸能活動っていうのも、まあ、28年間やってきたから、もうこんだけ頑張ってきたんだから、もういいかな、とかってちょっとよぎったこともあったんですけども、まあ、そんな時に演劇だったりとか、コントライブとか音楽のライブとかを見に行って、生の演者のパワーみたいなものを授かるっていうのかな、なんかそういうのを受けて、やっぱりこう人の表現とかっていうものがこんなにも美しくて、こんなにも日常を忘れさせてくれて、こんなにも元気をもらえるんだっていうことを、やっぱりこういうタイミングで痛感しちゃうんだよね。不思議だよね。で、そういうものを生で浴びて、やっぱりこの仕事を続けたいなっていうふうに思わされたんですね。だから私はかねてより30年間、芸能生活30年っていうのを一つの目標としてやってきたところがあったので、28年で、とかってなんか、するってフェードアウトするのはちょっとダサいぞって思って、どんな環境になろうとも30年まではやろうという気持ちになりました。ここで気持ちがへこたれてしまうのか、立ち上がるのかっていう二択だったら、立ち上がるに決まってんだろうっていう、いつもの私のテンションにはひとまず、取り戻すことができたなっていう感じです。そして、まあありがたいことに、4月からもう早速ドラマの撮影が入ることになりまして、ちょっと堺がフリーになるのかどうなのかちょっとわかんないんですよっていうことをオファーをいただいた時に先方にお伝えしましたけども、それでも、いや全然いいですよって言ってくださるところしかなくて、まあ何作か依頼いただいてますけど、すべての、作品がそのオファーを引き下げないでいてくれて、まあ堺さんがどういう形になろうとも、こちらはオファーは引き下げませんっていうことを言ってくれたりとか、
もし酒井さんが現場にね、一人で来るような状態になったとしても、少なくとも現場では私たちがサポートしますからねっていうふうに心強い言葉をくださったりとか、もう本当に、あったかい言葉をたくさんいただいて、で、それを引き受けないで、なんかちょっと休みますとかって言ってるのも情けないと思って、まあ、感謝の気持ちがいっぱいなので、その感謝に応えるっていうのかな、求めてくださっている方が、この後に及んでいるっていうのは、こんなありがたいことはないので、それはもちろん引き受けますということで、まあ、そうなると必然的に、じゃあ30年までやりますっていうふうに、なんていうのかな、導かれるように決断いたしましたという感じです。それから、まあ、今回はね、まあ、そういうふうに洗濯機壊れたりなんだったりとか、しょんぼりしょんぼりすることがある中で、本当に、数々の、友人、先輩、後輩たちが、なんて言うんだろうな。まあ私が弱さを見せるのが珍しかったっていうのもあるかもしれないけど、なんかみんなが本当に愛情をバシャ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 、浴びせかけてくれるっていうか、うん、だから、うん、いろんな総合的にね、要はまあちょっと心にも当然傷があるような状態だったんだけど、それ以上に人の愛情深さみたいなものを感じることができて、だから結構今回のこの期間のこと、多分10年後20年後とかも多分ね、ターニングポイントとして残る2024年の今になると思うんですけども、振り返った時におそらく私はすごいなんか傷ついたっていう記憶ではなく、たくさんの方の愛情を感じた日、一番愛情を感じた期間っていう風に私の中には刻まれていくんだろうなっていう感じがするので、まあ、今回の1年は経験できてよかったなっていう風に思うなって感じです。私なんて私なんかみたいな気持ちになった時期がやっぱりあるので、4月以降の活動としては、私なんかとか私なんてとかって思っている人からのオファーも私は個人的には積極的に受けていきたいかなっていうふうに思うかな。そういう人のオファーこそ受けていきたいかなっていうふうに思っています。私っぽいかなって思うので、そういう方が、はい、そんな感じです。で、それで皆さんにお願いしたいことは、全力で応援してくださいっていうことです。結構なんか自分なんかが頑張れって言ったところで、一人の声じゃ小さすぎて酒井さんのパワーにならないんじゃないかとか、なんかちょっと控えめな人が多かったりとかするけど、私からすると本当にそういう皆さんからの声が大きな希望になっていくし、皆さんからしたら自己判断で小さな声って思うかもしれないことも、私にとっては大きな一言だったりとかするので、潜ませないで声を、大きい声で私を応援してほしいなっていうふうに思います。それから、まあ、よくね、こう、なんていうのかな、その人が辞めてしまってからいい女優さんだったなとか、あの女優さん大好きだったなとか、もう一度仕事をいつかさせてもらいたかったなとかっていうさ、後からパターンってすごい多いじゃないですか。でも私はそういうのがとっても苦手で、まあ、それは人のね、感想だったり感情だったり、本能的な部分だったりとか、まあ、その人の価値観だったりとかするから、もちろんそれを否定するつもりはないし、それぞれのね、エールの送り方ってあるから全然いいと思うんだけど、私はしたくないなって思っていて、その人が辞める前にできることをしたいと思っているタイプなんですね。だからいつ誰が目の前からいなくなったとしても後悔がないように直接本人に感謝を伝えたり謝ったりとかっていうのを今その人がいる状態の時にするっていうことを私はいつでも心がけていて、だから変な言い方だけど、いつその人が目の前からいなくなっても後悔することはないっていう人間関係をずっと続
けてきたっていうところがあるから、今回はやっぱりね、こう、まあ、頑張ったしっていうふうに一回やっぱり実際私が考えたっていうところもあるから、なんか、まあ、おこがましいかもしれないけれど、私が、こう、数年後必ずこの仕事をしてるとは言えないから、だからこそ、今私のことが好きだって思ってる人は私のことが好きだって言ってほしいし、今仕事がしたいと思ってる人は、仕事したいっていうふうに言ってほしいし、っていうふうに、ちょっとなんか、一丁前にも思ってるかな。それが私の人間関係の、蓄積の仕方だったから、なんか、私が一番心が軽くなるし、喜ぶことっていうのはそういうことだったりとかするので、皆さん自分の声が小さいと思わずに、ぜひ、声に出して私を応援してくださいっていう感じです。はい。今率直な自分の感想を一言で言うならば、楽しみっていう感じです。新たな第三章をどのように、自分で気づいていけるのかっていう本当にチャレンジングな時期になります。芸歴とか年齢とかそういうことを言い訳にしそうになるときはもちろんあるよ、もちろんある。ないなんて言ったらそんなのただの嘘つきだし、なんかちょっと怖、鉄壁すぎて怖って思っちゃうからそういうことで悩む時期があって、それを通過するのが一つの儀礼だと思うから、私はなんかそういう時期があっても叱るべきだと思うんだけど、最終的に年齢とかキャリアとかを言い訳にすることは私は絶対にないっていうことが、今回の一連を通して、自分の頼もしさとして心に刻まれましたという感じです。はい。というわけで、ひとまず応援として、じゃあ私に何ができるのって思ったら、例えばこの YouTube を見ていただくとか、あとはノートを始めるよっていうふうに言ってましたけども、どうだろうな、今日中に登録して間に合えば、ノートの URL を概要欄に貼っておきます。間に合うかな？間に合わなくても、まあ、数日以内にノートは立ち上げますので、皆さんチェックしていただけたらいいなって思います。そういう、ところで私の活動を見ていただくっていうのが一番の、私の励みになると思うというか、まあ、わかりやすく励まされることになると思うので、ぜひ皆さんご協力してくださると嬉しいよっていう感じです。ノート間に合うかな？あ、2月にね、メールマガジンを11年間続けてたのをやめて、次はノートで始めますねっていうことは、以前より申し上げてましたので、まあ、4月間に合えば、概要欄に入りますけども、少なくとも数日中にノートを始めますので、そちらの方向をチェックいただけますと嬉しいです。というわけで、今回はそのようなご報告をさせていただきました。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。というわけで、また会いましょう。バイバイ。